はい。皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日はね、ヤマハ発動機から手紙が来てます。中間報告。ね、配当金かなえー、ちょっと見てみましょうかね。はい。はい。配当金が、えっ、ー、とね、僕は300株持ってるんで、えー、7500円でした。まあね、ヤマハといえばね、結構高配当4、4%あるのかなはい。高配当銘柄に、あの、入ります。はい。それとね、えー、配当だけじゃなくてね、ヤマハはね、あの、株主になるとね、結構楽しいんですよ。 はい。えー、ヤマハファンクラブに入れて、えー、バイクとか、クルーザーとか、これ、あの、新型が出ると、乗せてもらえるんですよ。はい。えー、ね。えー、こういう、えー、バギーとかね。えー、あとね、自転車。自転車ってか、あの、ママチャリね。ママチャリだけどね。はい。が乗れます。はい。えー、画面をしれないと。あとメールマガジンが来ます。はい。で、イベントがどんどん来ますんで、えー、参加し,したいところですね。参加、ね。例えば、えー、っと、 横浜にあるんですよ。えー、これ、市場コーナーですね。それから、えー、静岡県岩田、まあ、福井ってところなんですけど、そこに、えー、マリンジェットとかね、その辺がね、乗れるんですね。で、トライアル、観戦が見えるこれ、山があるところですね。これ、岡山とかそういうところですね。あと、コミュニケーションプラザとか、えー、これ、コミュニケーションプラザっていうのは、えー、静岡県の岩田ですね、えー、に参加して、えー、いろんな乗り物が乗れるってことですね。これ、山ファンクラブですね。 はい。で、えー、それから、中間決算の発表がありました。はい。見ての通り、えー、右肩上がりですね。中間、上場です。はい。えー、予定通り、えー、推移してて、で、対前期比増ですね。10%増です。売上も利益も、増です。はい。で、えー、ます、あ。業態を見ると、やっぱり、バイクね、えー、ランドモビリティですね。はい。これは世界第2位です。ホンダが1位ね。ヤマハが2位です。はい。 これやっぱホンダ、ホンダには勝てないですね。はい。ね。で、えっ、ー、と、あとマリン。マリン。マリンは世界一位ですね。マリンってのあの、クルーザーとか、マリンジェットとかですね。はい。えー、が世界一位です。戦外機。はい。それからロボティックス。これはね、なかなかね、実はね、目立たないんですけど、あのー、結構ね、業績みたいですよね。1位とは言わないんですけど、お3位ぐらいなんじゃないかな。はい。要はあの、えー、車とかの組み立ての機械。 自動,自動的にこう溶接したりとかね、や、あの、する機械ですね。これがヤマハ作ってまして、これが結構なかなかいいですね。はい。で、バイク。はい、これはあの、XSR ですね。はい。えー、新型ですね。これ実はね、えー、一見ロードレーサーのように見えますけど、これちゃんとナンバーが取れるんですよ。ちゃんとウィンカーとかね、バックミラーとかヘッドライトちゃんと付いてるんですね。はい。かっこいいな、これ。ね、900cc。大型免許ないとダメだ。私、中型なんで乗れないですね。はい。これ400モデル出たら買いたいですね。はい。 で、続いて、えー、っと、これ、クルーザーね。これはもう、えー、っと、減少してんだよね。まあ、バイクがすごい圧倒的に良かったんですけど、バイクね、33%増だわ。はい。で、えー、マリンジェットとかね、クルーザーの方はちょっとね、20%減かな。はい。ね。で、これ、えー、機械、組み立て機械の方は、えー、営業損失になっちゃってるのかな。ちょっとね、車の生産がちょ悪かったですよね。はい。だからその発注を、全部バイクでカバーしてるのか。ね。 えー、あと金融サービスってやってたんですよ、ね。知らなかったけどね。あのー、金貸しか銀行みたいな感じでね。これが増、大幅増加になってますね。はい。はい。こういうことでね。えー、ね、マリンジェット。ね。ヤマハって言うとマリンジェットね。川崎って言うとジェットスキー。えー、この2社ですね。あと数字もちょっと作ってるんですけど、まあ、ヤマハのマリンジェット。これが一番ですね。はい。アンケートをあとやってますね。あ、あと株主優待制度が変わってるみたいですね。はい。私300株なんで、2000ポイント。 はい。え三、もうちょっと待てば三千ポイントですね。に上がるってことですね。三千ポイントで、そのポイントで、例えば、えー、静岡産の、えー、なんだろう、あ、爽やかってハンバーグ食べれたりとかします。これね。ポイントをね。だから、年に2回ぐらい食べれるのかな無料でね。はい。こんな感じですね。はい。ヤマハね。で、僕はあの、大阪に住んでて、えー、っと、家があと横浜にもあるんで、行ったり来たりはするんで、 途中静岡で降りてね、ハンバーグ食べるんですけどね、とっても美味しいですよ。はい、ヤマハ発動機。絶対ね、あの、株主になるべきです。はい、おすすめです。